久しぶり。どうも。どうも。どうも。いつぶり？いつぶりだろうね。1ヶ月ぐらいかな。うん。忙しかったね、最近。そうですね。いろいろあった。新しい家族のメンバー参加した。じゃじゃーん。Say hi. Say hi. デイジーです。デイジー。何でも見えないけど、デイジーは真っ黒だから。顔は横では何？デイジーはラーザープーって言うんです。ラーザープソは4分の3と、プードルは4分の1。日本だとあまり聞いたことないかもね。ラーザープソ。あ、ラーザープソ。初めて聞いたもん、こっちで。チベットの犬。チベット原産のシーズーのさらに先祖にあたる、祖先かにあたる犬種で、だいたいシーズーと見た目は一緒だけど若干鼻が高い犬種です。が4分の3で、残りはプードルです。トイプードル。で、うちもの子もブリーダーから買いまして、値段は800ポンドだった、うん、日本円で、まあ、今150-160円行ったり来たりだから、結構安くない？まあ今163円とか、わかんない、160円ぐらい。でもプードルとか日本では40万ぐらいじゃない？それはまあ大手のペットショップの血統書付きのやつとかでしょ。うん。デイジーは誰かの家に、デイジーはだから800ポンドだから日本円でまあ13万、4万ぐらい。I just looked at the screen and it looks like I'm like... で、まあ、800ポンドっていうのはだいぶ、まあ、安いというか、まあ、そのイギリスでもね、そのコロナになった時に、コロナ期間中に寂しくなって犬飼いたいっていう需要が高まって、うん、それで一時期、うんね、今日ちょうど会った人が、あ、そうね、それ超面白かった。ケンブリッジ行ったんですけど、うん、ちょうど今日一緒のバスに乗った人が、あ、それはラーザプーなのだって、そうそう、うん、かわいいねって話しかけてきて、でいろいろ聞いたら、なんとこのデイジーの2歳年上の兄弟を飼ってるという、うん、同じブリーダーから買った、うんうん、でもその家族は、そう2年前だから、コロナの、うん、コロナの、そのなんだ、途中、まあ、うん、ちょうど、うん、コレンティンってなんて言うっけ、日本語で、これに何だったいえ、出ちゃダメ時、外出制限の時に買ったから、そしたら需要が高かったから、値段がなんと2000ポンド払った。2000ポンドぐらいだったな。うん、2.2 倍以上だ。2.5倍。デイジーはバーゲンだった。うん。壊れたかな。悪いものかったかな。もう今までいい子になったでしょ。そうそう。あと結婚式のアップデートです。アップデートです。まあいろいろもう決まったんでしょ。ケーキとか、うん、ゲストリストとか、まあ食べ物とか、ゲストリスト、うるさくない？
後ろで今デイジーが暴れてます。問題に戻ります。So sorry about that. あ、また始まった。はい、気を取り直してウェディングのアップデートです。ああ、もういろいろ決まってるけど、昨日なんていうの、ウェディングスーツ買いに行ったね。そう、うん、タクの変にもドレス買ったけど、うん、それは秘密でしょ、はい、まだ見たことないね。ないでもスーツは、okay、 はい、自分用のスーツをオーダーメイドしに来ましたと。うん、どんな感じだった？まあ日本でオーダーメイドでフルカス、なんていう、フルカスタムでやったことなかったから、うん、やれる、まあ、やろうと思えばできる、うん、はい、ということでスーツはイギリス最大手のスーツメーカーのモスブロスっていうところで、ね、I think you could just share the tie because I could just cut off it. はい、スーツは、あ、タイはネクタイはこちらを買いました。あ、いえいえ、70センチぐらい離れないと見えない。見える、こちらはね、モスだけど、あのリバティ、そう、リバティっていうイギリスのロンドンにあるデパート、うん、1位2位を争う有名なデパートがこの生地を下ろしてるっていうか、生地リバティが選定した生地ってことかな、うん、選んだ生地、うんうん、のまあコラボみたいなやつで、今ちょうどいろいろ何種類か売ってて、そのうちの一つをね、もう今、まあ、選んだ理由はなんかクラシックな感じのね、うん、ウェディングテーマは今、そうそう、花がこんな色だから、うん、合わる、ね、って感じで、うん、でまあ、このあとちょっと見てもらう動画にも映ってるように、まあ、どんなスーツ作るかっていうのもね、うん、それに合うように、はい、はい、ヨロピ、はい、ヨロピ、はい。Offensive, but they're a little bit contrast.